第一回アカデミー賞は1927年から1928年7月31日までに公開された映画を対象としており、受賞式は1929年5月16日にアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッドルーズベルトホテルで映画芸術科学アカデミーの主催により行われた。司会はアンピス会長であるダグラス・フェアワンクスである。 受賞式のチケットは5ドルであり、270名が出席し、15分ほどで、閉式となった。アカデミー賞は、ルイス・ビー・メイヤー・ピクチャーズ・コーポレーションの創設者である、ルイス・ビー・メイヤーにより設立された。ラジオ及びテレビでの放送はされていない。第1回アカデミー賞は12部門で構成された。受賞者は、受賞式の3ヶ月前に発表された。 ラルフ・ハメラスやニュージャンとスローターといった一部の人物たちは対象作品なしで候補となった。後の賞と違い、俳優や監督は複数の作品を対象として受賞することが可能であった。例えば、主演男優賞を受賞したエミール・ヤニングスは、肉体の道と最後の命令の両方の功績によって受賞を果たした。チャールズ・チャップリンとアーナー・ブラザースには、 それぞれ特別賞が贈られた。最多受賞作品は、第7天国とサンライズの3個、ついで翼の2個である。サンライズは芸術作品賞、翼は作品賞を受賞した。1927年、ルイス・ビー・メイヤー・ピクチャーズ・コーポレーションに統合の創設者であるルイス・ビー・メイヤーにより、映画業界のご職種からなる映画芸術科学アカデミーが設立された。 メイヤーは、ショーの設置について、ショーには二つの目的がある。一つは、立派な業績をしっかり認識したいということ。もう一つは、さらに立派な業績を残すよう奨励したいということと述べた。メイヤーの依頼により、MGM のアートディレクターのセドリック・ギボンズは、アカデミー賞のトロフィーをデザインした。候補者は1928年2月に、電報で通達された。 1928年8月、メイヤーは受賞者を決定するアカデミー中央、選定委員会の審査員と連絡を取った。しかしながら、映画監督のキングビガーによると、作品賞を決定したのは、アンピス創設者のダグラス・フェアバンクス、シドグローマン、メイヤー、メアリー・ピックホード、ジョセフ・エム・シェンクラであった。受賞式は1929年5月16日。 カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッドルーズベルトホテルで開催された。それは36の宴会用テーブルを並べたプライベートディナーで出席者は270名でチケットは5ドルであった。俳優たちは高級車に乗ってホテルに到着し、有名人たちを称えるために多くのファンが出席した。受賞式の模様はラジオやテレビで放送されなかった。 司会はアンパの会長であったダグラス・フェアバンクスが務め15分で完了した。受賞者は受賞式の3ヶ月前に発表されていた。史上初のアカデミー賞受賞者となったのはエミール・ヤニングスであり、肉体の道と最後の命令によって主演団優勝を受賞した。ジャネット・ゲーナーは第7天国と街の天使とサンライズによって主演女優賞。 フランク・ボーゼージは、第7天国によって、ドラマ監督賞、ルイス・マイル・ストーンは、美人国二人アンギャによって、コメディ監督賞、当時最高の制作費がかけられた、翼は、作品賞を受賞した。チャールズ・チャップリンとアーナー・ブラザースにはそれぞれ、名誉賞が贈られた。もともとチャップリンは、サーカスにより、主演男優賞、脚色賞、コメディ監督賞にノミネートとなっていたが、 最終的にリストから削除され名誉賞を受賞した。またワーナーブラザースはトーキー映画を開拓した功績により受賞となった。また、受賞結果は5大スタジオの作品に偏った。3つの部門が今回限りの設置となった。以下、太し文字が受賞である。ありがとうございます。